伊勢湾岸自動車道伊勢湾岸道路の名港中央 IC、名古屋市港区近所ふ島から飛島 IC、海府郡飛島村木場の間にある橋梁。名古屋港を横断する名港トリトン、名港東大橋、名港中央大橋、名港西大橋の一つである。昭和59年度の土木学会、田中賞作品部門を受賞した。 橋町758メートル、中央景観405メートルの高車張り橋である。構造が他の二大橋と異なって上下線に分離しており、上り線は有料道路名港西大橋として1985年、昭和60年3月20日に暫定二車線対面通行で共用れた。一方、下り線は1993年7月に事業化され、 1998年3月30日から強用された。日本道路公団、現、ネクスコ中日本の資料では、上り線を一期線、下り線を二期線と呼称していることから、以下の解説もそれに倣う。なお、一期線は二期線及び、谷京と比べ、路肩が狭くなっているが、これは道路線が新東名、新名神といった運用の東西幹線とされる、以前の、 道路規格、第2種第1級、名2館と同規格として計画された時代に設計施行されたためである。シャバリ橋は斜めに張ったケーブルで橋桁をつる橋の一、形式である。このため、桁橋に比べて島町が長く設定できるメリットがある。技術の進歩によって島町は長大化の傾向にあり、長らく島町200メートル以下クラスの橋が主流の中で、 1975年以降は400メートルクラスとなり、西大橋建設過程時もこの流れの中にあった。西大橋一期は島町405メートルで、竣工当時は世界最長のシャバリ橋であった。西大橋以後、高シャバリ橋は急速に長大化してきている。なお、島町405メートルに決定した理由として、船舶の航行条件として、 おおむね340メートルの長さを必要としたこと、これに必要な防護施設の幅をプラスしたためである。元橋は三景間連続車張り橋であり、A 型の2本の首刀とその両端の橋脚により構成される。本校では、日本道路公団、現、ネクスコ中2本の故障に従い、木場から丘布頭側の橋脚を、P、P-1、同手等を P-2、 近所不等即死等を P-3、同郷客を P-4 として記述する。一期線が計画された1970年代後半、マルチケーブルによる超大シャバリ橋の思考例は、日本国内にはなく、世界的検知からしても珍しいものであった。よって、技術的に未知の部分が多く、幾多の調査研究を経て設計された。また、 名古屋港に架かる、この橋は、季節風や海風の影響を受け、幾多の船舶が横断することから、設計は、その点を考慮した。地質調査の結果、支持層として的確な東海層は、東大橋では TP-30 メートル付近だが、西大橋では TP-150 メートルでも、確認できなかった。よって、それよりも浅い層を、支持層として求め、 砂層ではあるが、強度的に安定している、厚多層下部砂層、鉱石層を P-2 及び P-3、P-4 の支持層とした。その深度は TP-45 メートル付近である。なお、一気戦思行後に地層区分及び記号が変更され、西大橋の支持層は、従来の厚多層から回復、雇み類層となった。基礎形式は、 海中部橋脚の P-2,P-3 が、ニューマチック計算。陸上部橋脚の P-1、P-4 が現場だコンクリート杭である。P-2,P-3 では、ニューマチック計算基礎の他に、交換や板基礎も検討さたが、工事費用が割安であるメリットがあるにせよ、大型の交換や板基礎の設計手法が、確立されていないこと、 および思考上の問題点が払拭されていないことから、計算方式が採用された。P1、P4 は、不当に建設されることから、資材搬入路の心配はないが、問題は、海中の P-2、P-3 である。このため、P-2 は西2区、現、木場かな丘不当から、P-3 は、近所不当から桟橋を設け、これを搬入路とした。 一方、作業足場は、ジャケットと故障する構成の足場を工場で組み立てた、後、フローティングクレーンで設置する方法によった。これにより会場作業期間の大幅短縮が可能となったほか、ジャケット上でクレーン及びトラックを活用できることから、作業効率の向上が図られている。ニューマチックケーソンのため人が、ケーソンテーブに入って、屈作作業を行うが、 そのためには作業室内から水を排除するために、高圧の空気を送り込むことになる。しかしながら、掘削して深度が深まるにつれて、多大な水圧を受けることから、それに対抗するためにより、高圧の空気を送り込む必要があり、その結果、先官病を発症するリスクが高まる。しかし思考の容易さ、地質、地層の変化に対応でき、支持地盤を直接確認できるやコストの点から、 思考例が多く、西大橋もその例に漏れない。しかし、以上に見た悪影響、戦艦病を回避するための様々な手段が講じられ、軽村周辺に大震度の井戸を掘って、地下水を溶水することで、送り込む空気の圧力を低減して作業員の安全に配慮するとともに作業効率の向上を図ったディープウェル工法。一期戦計画時点で将来に期船が 近接施行されることは折り込み済みであったが、当初は主義の2倍の間隔を空けるとの前提から、軽損基礎の間隔は10メートルで計画された。しかし、後年の動力規格変更で2期線が各幅された関係で、軽損基礎間隔も13メートルに拡大され、軽損基礎も1期線比で5メートル拡大された。基礎間隔が約3メートル拡大されたとはいえ、 13メートルしか離れていないところへ、計損基礎を埋めることで一気線への影響が懸念された。特にディープウェル工法によって、地下水を汲み上げた際に地盤が変異して一気線の基礎が傾斜する懸念があった。先管病対策としてぜひとも必要な工法であるが、以上のリスクを鑑み、当工法を断念する代わりに、ヘリウム混合ガスを作業員に呼吸させることで、 問題の解決を図った。これによって海面下40メートル以下の高い気圧の中での作業を可能とした。ただし地面の掘削は世界初の無人掘削システムによる通常気圧下で作業員が遠隔操作でパワーショベルを操作しヘリウム混合ガスの吸引は機器のメンテナンスや点検時に限って使用した。基礎と主導を連結するためのアンカーブロックを 設置してからコンクリートを打設するが、大重量で高さ120メートルを超える手刀を、コンクリート上で安定的に支え密着するには高精度の平坦性が要求さる。このため、研磨機を使って、アンカーボルト周辺部のコンクリートを研磨した。独立に強兵列で、両端が近接することから、島町に比べて、首刀の幅が狭いスレンダーな外観が特徴となっている。 また、支持層が誘層で軟弱地盤であることから、瀬戸大橋のような門型によらず、重量軽減のため A 型として、株高の負担を抑えた。西大橋は、中央大橋と東大橋と比べると、遠いただきから株高までがストレートで、その形はまさしく A 型である。それでも、設計段階では、手下田部以下の塔柱間隔を絞り込んで中央。 東大橋のイメージで計画されたが、A に比べて、東下部にかかる負担が大きく、東自体の重量も重かった。そこに、製作の容易さ、形式美も勘案して、現行の A 型が採用された。首都形状の変更によって、強軸方向、車の進行方向の負荷が減少したことに伴い、首都断面形状も南北方向が狭められて、東西方向が、 長めの長方形となった。首都高さは122メートル、TP 基準では127メートルで、三強の中では最も低い。仮設は、首都の根元たる小ブロックをアンカーブロックに置いて、ボルトで接合した。陶器部より上の部分、大ブロックは、製作工場で A の形に組み上げて3000トンフローティングクレーンで、吊り上げ、そのまま名古屋港に運び入れて、 株と接合した西大橋は名古屋港の表玄関の飾りとの位置づけから、その塗装については愛知県と名古屋市、専門家が検討した結果、白色と決定した。ところが首都が航空法に定触する高さであることから、高層建築物とみなされ、運輸省、現国土交通省は赤白島にすることを求めてきた。つまり、 東京タワーに塗装されている木赤と白の島模様にすることを要請してきたのである。結果的に1980年に航空法施行規則の一部が改正されたことを受けて、昼間障害標識に高高度航空標識等を設置する場合は、木赤と白の対象外となった。よって色選択の自由度が得られ、西大橋は有目性、死人性、港のシンボル性を考慮して、 赤系の彩色を採用した。塗料は、最終の外面上塗りが主として塩化ゴム系とした、一気線。これは、海上志向となるため塩分付着対策、長期的な防錆効果を期待した結果である。工場で、下塗り台4層まで塗装し、以降現場に運び入れて、ケーブル仮設後最終塗装を実施した。工場で、最終塗装しなかったのは、 ケーブル仮設も含めた工事における足場、エレベーター、仮設量の設置撤去によって塗膜に傷がついてタッチアップが多くなると判断されたためである。なお、二基線完成を機に気線の再塗装が実施されている。P-1、P-4 橋脚は鉄筋コンクリート中空壁式である。その外観的特徴は V 字型にあり主刀の A 型に比して 逆対象を強調するデザインである。中空断面としたのは軟弱地盤上にあることから、重量軽減を図って地盤の負担軽減を狙ったためである。桁高さの決定要因は、大型船舶の通過に支障が出ないことである。西大橋では、名古屋港と苫小牧西港を結ぶカーフェリー、石狩、マスト高さ36メートルが最大船舶と想定され、 余裕高さ2メートルを加えて、桁下空間を38メートルと決定した。名古屋港に架か,かる元橋は、海風の影響を受け、特に海面より高い位置にあるシュゲタに対しては、その影響による安全面が心配された。このため、シュゲタ断面形状の検討で、風洞実験を行い、風による抵抗低減の意図から、薄型の変形六角形多湿箱型を採用した。 これは、ケーブルの定着性も良いと見込まれた上での採用でも、あった。手下家の外払板に定着交換を直接割り込ませて溶接し、フェアリングを被せて、該当箇所を隠蔽していることから、見かけ上は、シンプルである。昨今は、各地の橋で採用されている、当該定着方式も、一気線計画当時は、長大シャバリ橋における、採用実績が皆無であったことから、 定着部における応力が、シュゲタに伝わる流れが未解明であった。そこで、大阪の豊里大橋建設に際して実施された模型実験による成果を一期線の定着部の実験で参考とした。一期線のシュゲタは、道路構造規格第二種第一級で設計されたことから福音16メートルフェアリング含むである。これに対し二期線は、道路構造規格第一種。 第2級で設計されたことから19.4メートルと1期線比で3.4メートル拡大されている。1期線も2期線共用に合わせて、第1種、第2級に規格変更するために、高欄の取り替えを行って、道路幅を拡大した。取り替え後の高欄は、断面が100ミリメートル縮小され、高欄取り付け位置も両側へ150ミリメートル移動した。この結果、標準は、 改良前の12.5メートルから13.5メートルに、北側路肩は1.25メートルから1.75メートルに、南側路肩は0.75メートルから1.25メートルに拡大された。ただし、車線は当初計画の3.5メートル3が維持され、2期線の3.5メートルプラス3.75メートルプラス3.5メートルと比較すると、第二走行車線は狭くなっている。 なお、一期線に接続する陸上高架橋も、福音拡大が行われたが、こちらは、コンクリート製降乱を、カッターで切り落とした上で、新たに製作した、各福用床板を、ボルト接合するという、大掛かりな工事となった。一期線と二期線の主下た間隔は、主下た中心線基準で50メートルとなっている。風による、 干渉影響を抑えるには、1号線と2機線の間隔が桁幅の2倍必要であることから50メートルとされた。ただし、1機線設計段階では45メートルであったが、道路規格変更による2機線の桁幅拡大によって、両端の間隔が変動したことで5メートル拡大されるに至った。1機線の後覧には、航空機のフラップにも似たそもそも流板が据え付けられ、 海風による影響を抑制することとしたが、二期戦管制により、そもそも流盤なしでも、問題なしと判定されたことで撤去された。シュゲタの仮設方法は、ベント、ベント、橋脚を意味するが日本では、仮支柱をベントと呼ぶ。ステージングともいう併用張り出し仮設方法によった。水中ベント上に、主ゲタ6ブロックを、フローティングクレーンで一括再下し、ケーブル仮設後、 左右に一ブロックずつ張り出していった。左右から中心部に向けて進長したシュゲタは1997年6月17日に最後のブロックを併合し、シュゲタは一つにつながった。三大橋がこの併合で一つにつながるとあって、当日は多数の報道関係者が現場に詰めか地元のトップニュースとして取り上げられた。なお、二期戦の弁ンは、 費用圧縮のため中央大橋で使用されたものを紹介像の上転用したものである。また、使用後は長崎県の大島大橋建設事業のために再度紹介像の上転用された。一期戦完成時における春下田は首都と同じ赤系農彩色で塗装された。よって、ケーブルカラー、黒以外は全て赤色であった。 後年、三峡の完成を機に陸上部高架橋の塗装と統一することになり、青い空、海に連続した水平線として印象づける糸から白に塗り替えられた。ファン型の2面12段、合計96本、マルチケーブルにより、シュゲタを支える。元橋は、一五線と二基線に分離して施工することから、必然的に中央分離帯は設置されない。したがって、 シュゲタとケーブルの連結は、道路中央によらず、両端となることで、シュゲタ両端で釣る二面釣り方式が採用されている。ケーブルは、計 5mm 亜鉛のメッキ光線を163から379本の間で平行結束し、7種類のケーブルを製作した。首頭から離れるほど太いケーブルで緊張している。また、シュゲタとの連結間隔は、 力学的観点及び、張り出し仮説の都合から、塔から離れるに従って密としている。なお、二気線では、計 7mm に変更され、109から223本の間で結束している。一気線は、パラレルワイヤーストランド、二気線は光線に、若干のよりを加えたセミパラレルワイヤーストランドである。一気線設計時点におけるケーブルは、光線とポリエチレン管の隙間に、 防錆のためのグラウト、セメント、水、混和剤を混ぜたものを注入する手法が主流であった。工場出荷時は故意に、両者の隙間を開けておき、塔と橋桁をケーブルで緊張してからグラウトした。しかし、1980年代も後半になると、光線とポリエチレン管を直接密着する手法が開発され、このため1995年以降に着工された日記線は、 クラウトなしで緊張した。一気線の道路規格変更のため降乱を取り替えの上取り付け位置を両側へ移したことは戦術した。ところがそのために降覧とケーブルのクリアランスが小さくなり、万が一通行車両が運転操作を誤って降乱に衝突した場合、降乱と車両がケーブルに接触することが懸念された。そこで衝突のシミュレーション解析を行った結果、 特に進行方向から見て、鋭角側のケーブルに衝突した場合に、甚大な影響を及ぼすことが確認された。そこで鋭角となる、ケーブル群と降乱の間に、斜め状の防護ステーを連結することになった。これにより、走行時に傾斜した車両を、ケーブル内側に誘導させることが可能となった。一気線の手げた張り出し仮設中の1984年6月10日。 ケーブルが大きく揺れる現象が初めて確認され、今後の精神対策を行う上で原因を突き止める必要が生じた。このためその後3ヶ月間にわたって振幅を計測したところ、振動発生時において必ず雨が降っていること、及び風があっても雨が止むと振動が停止することが判明した。よって、この振動は雨に由来し、これに 一定の速度帯の風が吹きつけることによって発生するレインバイブレーションであることが分かった。この現象は明宮と西大橋で初めて確認されたものである。西大橋ではレインバイブレーション対策としてケーブル管を横断的にステンレスワイヤーで連結して振幅を抑えることとした。ところがその後ステンレスワイヤーが破断していることが確認され、 これをメーナと中央大橋やメーナと東大橋に採用することは同様の結果を招くとして不採用とされた。よって新対策としてケーブルとシゲタの定着部内に抗原水ゴムを内蔵し、これで振幅を抑えることにした。2基線は当初からゴムを内蔵し、一気線もゴムタイプに変更された。株高の施行に先立って佳境予定地の嫌いの確認を行った。 先の大戦の米軍における空襲で、名古屋港に大量の爆発物が投下されたための対応だが、結果的に爆発物の残存は皆無であった。一気線工事によって航路が制約を受けるため、リーディングライト設置等の必要な対策を施したが、中でもカーフェリーの安全な通行を図るため、フェリー不当に近接する海底の浚渫を行い、船が回到するためのターニングベースンを確保した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。